潜在能力ってやつ、これ俺好きなタイプよ、これ俺好きなタイプよ。ほら回復で、まずちょっとフルオートやってみ、ちょっと推奨戦闘力8万さ、ハードがハードすぎるんだけど、さっきハードがそんなにハードじゃなかったじゃない、ハードがそんなにハードじゃなかったから大丈夫かなと思ったんだけど、歯応えのある敵が世の中にはいるみたいですね。頑張れ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 、マジでミリも減ってなくてもう終わりやな。はい、どうも皆さんこんにちは、ミザでーす。ういういつうことで、本日はですね、こちらのグランサガですね、やっていきたいなというふうに思っております。まあちょっと案件なんですけど、受けた理由としてはツイッターで踊ってるからっていうツイッターでダンスってるんですよ、これ。このゲーム皆さん見たことないですか？あなたも私もグランサガ、みんなのプレイするグランサガみたいな、なんか女の子がねダンスっちまってるゲームがあったんで、まあちょっと今回はいい機会だと思って、まあグランナサーガですから、まあ僕にも相性がいいでしょう、何がとは言いませんが、ということでプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でこのグランサガってゲームね、まあ最初に俺言われたのが、まあちょっと驚いたところとして、最初に言われたのが、いやミズさん3章までプレイしてくださいみたいな、3章、うん、エピソード3までクリアしてくださいみたいに言われてて、そう、なんでだろうって思ったんだけど、プレイして分かったよね。このゲーム、先に進めば進むほどコンテンツが開放されてくるんだけど、まあ、なんとなくね、MMO、古き良き MMO の風味を感じている、まあ明確なゲームは出すことができないんですが、まあ、古き良きね、MMO をスマホに落とし込んだ。まあ綺麗に落とし込めてるよね。最初やった時なんか魔剣の伝説みたいなゲームだからと思ったんですけど、プレイしていくにつれて、まぁ、ちょっとその感覚は薄れた。これはね、MMO です。スマホでできる。はい。で、まぁ、今ね、僕、サブクエストずっとやってるんですけど、まぁ、このなんか、右側にね、サブクエがあるんだけど、このクエが埋められるまで進められねえなぁ。まあメインシナリオを進めていくほどにコンテンツが解放されてって、まあ俺が面白いなと思ったのは、やっぱやり込み要素というか、キャラクターとか装備を一生整えるのがね、ガチで趣味なんですけど、ここやね。まあここら辺でキャラクターがいるんだけど、ここにグランウェポンっていう、まあ武器を装備するんだよな。武器と防具とアーティファクトですね。そう。ここのグランウェポンっていう、まあ4つの、なんだろうね、これ。まあ、グランウェポンっていうスキルをセットするやつかな。簡単に言うと。まあ、これで、使うスキルが変わる、やつが一つ。で、アーティファクト。これはまあ、特性ですかね。まあ、HP が上がる特性だよとか、クリティカルのダメージがもっと上がるみたいな。まあ、パッシブスキルみたいなやつだわ。まあ、それを調整するのがアーティファクト。で、ここ装備だね。普通に武器防具。で、今封印されてんだけど、やり込み度が高えよ。これ、レベルが上がったり、キャラクターを強化していくと、解放されていく。まあ、案件で進められるもんじゃねえな。このゲーム。うん、深いっすね、このゲーム。俺まだその深みの、入り口に立ったみたいな状態なんですが、まあ、この深みの入り口に立てる状態が、まあ、そのエピソード3だったっすね。はい。で、まあ、エピソード3まで進めてください。まあ、大体5、6時間っすわ。みたいな言われて。5、6時間まずやるのすげえなって思ったんですけど、まあそういうことでしたね。はい。まあじゃあ進めていきましょうか。まあどういうゲームなのか。俺の場合はだけど今サブクやってんだけど、まあ基本的に最初はね、放置ゲーもできるって感じだね。まあこうやってると敵が倒されていくんですけど、うん。まあ魔剣オブレジェンドを感じたのはまあこの部分だったんですが、まあ先でその部分は払拭されます。はい。まあクエストがここら辺右下にあって、でもこのクエスト今、ブルートバードを討伐ってあるじゃん。まあこういうのをクリアしていくと、まあ経験値とか、あと騎士団レベルみたいなのもあるんですよね。ここに、騎士団レベル。まあこういう騎士団レベルとかを上げていって、まあどんどん装備とか、ね、自分のレベルを上げていきましょうっていう、まあ王道なゲームだね。うん。キャラクターを強化するっていうところがまた別であるんだけど、さっきチラッと言ったのはこれだね。潜在能力ってやつ。これ俺好きなタイプよ。これ俺好きなタイプよ。で、こうやってね、パッシブ系の、常に防御力が上がりますよ。常に最大 HP が上がりますよ。みたいなのが、こうやってこう、蜘蛛の糸状にね、張り巡らされてるわけですよ。好きなんすわ。
まあ、こうやってキャラクターごとに設定されてて、まあ、それをこうどんどん、元の基礎能力を上げていくっていう潜在能力っていう項目、まあ、家事はもちろんさっき言ったんだけどグランウェポンとかアーティファクト、防具、まあ、装飾品、これ装飾品もまだねあのチャンネル5エピソード4ですか、クリアすると使用できますってことでかなり先ですね。僕今4-1だな。4-1に入った瞬間サブクエストみたいなのが解放されて、これが今言ったやつだよね。このサブクエストってやつが解放されちゃって、もうこれを埋めねえとこの次にはいけねえぞって思って、このメインの双子諸島ってやつをずっと放置してるって感じ。でまあレベルを上げるのが僕大好きなんで、こうやってレベルを一生上げてて、これをなんか紹介とするのもいいんですけど、まあそれはちょっとさすがにトニアが下ろさないらしいので、まあちょっと別の部分も紹介しようか。まあ強い敵と戦うんだよな。まあもちろんこれで一生を過ごしていたらそれはまあダメな話ですよ。強い敵と戦えるんで、まあちょっと今回はその強い敵と戦いに行きますか。強い敵をしばきに行きます。討伐戦ですかね。深淵の回廊だか討伐戦だか。深淵の回廊はそんなに強くなかったんやけどな。ノーマル、まあ、一回負けてみようか。これ負けたら消費権減るんかな。負けて消費権減ったら俺すごい悲しいんだけど。ハードって推奨戦闘力41000なんだよな。これいけるかよ。いや俺結構火属性が育ってるんで、ちょっとこの風の回廊のハード行ってみようか。俺このキュイって子がね結構育ってて、なんか攻略サイトちょろっと見たんだけどね、なんか技なんかいいグラングウェポン取れてたんだよね。なんでまあちょっと今回一発これで行ってみようか。でまあ強い敵がやってくるとですね、まああの敵地面がね赤く光るんですよね。これゲームの名前出したら絶対怒られるんでさすがに言わないですけど、あの地面がねピカピカ光るんで、この左側にスティックあるじゃないですか。これで操作できるんですよ。今フルオート状態で戦ってるんだけど、あの下の方がですね、こうやってほらこうやってキャラクターを任意の順番に移動させる、任意の方向に移動させることができるんですけど、あこれちょっとポーション自動使用オンにする、コースをポーション自動使用にして、でこれで敵特殊技使ってこねえかな。ここら辺で地面が赤く光ると思うんだけど、なんかねちょうどいい敵いたんだけどもうぶっ飛ばしちゃったんだよね。あなんか技使ってきそうじゃね。まあ、まだわからないよ。なんかめちゃくちゃぶっ飛んでてくさ。これでまあ、あの左上でキャラクターもチェンジできるんですけど、とりあえずちょっとガチでやるんでとりあえずちょっとガチでやるんでキャラクターを変えてる暇はね。まだ通常攻撃食らってるな。技が来るんだよな。さあ技来いよ、技来いよ。そんな水を散布して映えちゃうぞ。来い。来ないですかね。まだちょっとなんか技使うの忘れてるわ。やばい、これ案件が終了してしまう。このままではこいつ技使ってこないでいくかもしれねえ。これはなんか敵のゲージが溜まりきると一方的に攻撃できるシーンが発生するっていう状況なんですけど、はい、大ダメージを与えました。まあ、それはいいとして、やばいな、ホースから水を散布するだけのゲームになってるこれ。こいつじゃねえなこいつじゃねえぞ。どうやら俺は気づいてしまった。どうやらこいつじゃないという事実に。まあこのねホース散布が多分縦方向への攻撃なので、それをミザはコントロールスティックで横に避けたので、他の2人があのダメージを食らわないように調整をできたということで、多分その辺りで紹介になったでしょう。まあ、ちょっとまだ分かってないね。ちょっとまだ分かってない。まあまあまあ少し待ちたまえ。もうなんかね一匹いいやつがいたんだよ、俺がボコボコにされたやつが。ちょそいつをしばきて討伐戦かな。あこいつだわ、こいつ砂の死神デザイザー、こいつがね強かったんですよね昔で。昔というかさっきだったんですけど、ちょっとじゃあこいつしばくわ。やらしてくれ一度こいつを。俺はこいつをしばくことになる。はい、俺まっすぐ行くと砂の死神デザイザーが出てくるんで、ちょっと一発そいつをかっちょよく縛りたいですね。ういかっこよく出てくる。メインシナリオの関係でこいつ出てきたんですけど、多分ね、あほら出た、今下に赤線出てるでしょ。これね攻撃、敵が攻撃してくるビームなんですよね。なのでこれが攻撃範囲だから、これを避けることによって、まあ、オートじゃなくて任意でこうやって
こうやってこうカーソルを動かすことでも調整ができるんですね。で今タゲがこっちに来てないんだよね。右上のやつ見てもらって、右上のこの赤いマークでしたら分かると思うんだけど、タゲが俺に来てないので、ちょっとこっちにタゲが来てます。キャラクターを左上のところでチェックできるんですけど、下がれ。あ、無理や。操作中のキャラが状態異常です。大丈夫でしょう。頑張れ。起きろ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 。味方が死ぬぞ起きろ。さあこれで敵対心が俺じゃなくてこっちに行ったんで、こっちを操作しましょう。はい、これで攻撃を避ける。さあタゲが誰に来てるかちょっとチェックしていきですね。さあこれでタゲが俺じゃなくてこっちに来ましたので、ここのキャラクターを操作します。避けろ。うわー、ここ攻撃範囲クソ広いんだよな。おい、ちょっともう一個強い難易度いきてえな。これもう一個強い難易度いったらね、多分フルオートで勝手にアビリティを操作して、なんかああこれは動けませんね、ああこれは動けませんわ。攻撃範囲が広い技はダメージがあんま高くなさそうな感じがしました。まあフルオートだったら攻撃を勝手に一方通行で食らっちゃうんだよな。美しく敵をしばき続けるところを一度見せておきたい。このゲームはね、装備を強化して、まあ、僕は装備を強化してそのままフルオートでぶっ倒すっていうのがすごい大好きなんですけど、まあ、ちょっとそれじゃあトンヤがまたトンヤがね、下ろさないみたいなので、石を獲得。ちょっとじゃあハード行こうか、ハード行こうか、おら回復で、まずちょっとフルオートやってみ、ちょっと推奨戦闘力8万さハードがハードすぎるんだけど、さっきハードがそんなにハードじゃなかったじゃない。ハードがそんなにハードじゃなかったから大丈夫かなと思ったんだけど、これ絶対無理だよ。え、さっきのグランウェポン強化の素材のやつはハードじゃなかったのにめちゃくちゃハードになってて、くそ、これ勝てるのか。これ勝てたら褒めて、まあ、ちょっとまずフルオートしてみるわ、うん、これでまずフルオートして、ちょっと敵の動き、一人、俺のヒーラーがまず死にそうなんだけど、まずヒーラーが死にました。この縦線を食らって放置してると食らっちゃいます。ボボボボボ、あ、ここら辺の食らわなくていいダメージを食らってしまう。避けたいよね。フルオートだったら避けないから死んでしまう。いやいや、敵が強すぎるかもしれない今回はちょっとじゃあ動いてみます。実力を見せます。こっちが火力高そうなんで、まず早速ね、回ります。あれ、これね、ちょっと動きが怖い。さあ、俺のところに来なさい。攻撃ミスってる。このゲームね、命中率って概念があるんだよね。このゲーム、よくら、このゲーム命中率っていう概念があるんだけど、命中率っていう概念のせいでね、攻撃当たってねえわ。これ強すぎるわ、あまりにも。まずい、ちょっと適してない敵を攻撃してしまっている気がする。待って、上のゲージ見て、全然減ってなくて、くさ歯応えのある敵が世の中にはいるみたいですね。うー、頑張れ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 、マジで耳も減ってなくて、もう終わりやねん。そんな、あ、これは避けられないんですけど、あー、一方的に攻撃を食らっちゃうよ。敵対心は俺の方に向いているようなんだけど、頑張れ頑張れ頑張れ、これを避けて敵が強すぎるかも。え、これモードチェンジ。おっと、避けろ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 、攻撃しとる場合ちゃうぞ。おー、あ、これは無理やね。あちょっとあまりにも火力が高すぎる。だから隙があるんだよな、アビリティによって。そう、この技によって隙があるから、ここら辺もね、技選択によってくるんだよな。さっき言ったじゃん、グランウェポンによって、あ、死んだ。そう、グランウェポンによって、あ、技が全然違うんだよね。で、俺今さ、SSR を引いたから、その SSR のグランウェポンつけてんだけど、なんかちょっと今の見てもらったら分かるよね、隙が大きかった。なんか特別な演出あったじゃん。これか、一般スキルがバレーショット、敵単体に 400% 物理ダメージ、変身後はスピリットレインに技をスイッチしますと。これだね、スピリットアーマー。
セオドラ女王の力を受け入れスピリットアーマーを装備しますと。30秒間セオドラに変身してって感じなんだけど、このバレーショットってやつがスピリットレインにやってたんだけど、このスピリットレインのズダダ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 のせいで動けなくて死んだっていう感じだったよな、さっきは。だからその、まあ、こう技によってちょっとこう特性があるから、じゃあちょっと隙の少ない技にしようとかね、まあ、そういう感じで装備をチェンジする戦略性もあるらしい。どうやらまだ俺はね、ちょっとその段階にはさすがに至れていないんですけども、ちょっとガチャ回していい？こんにちは。なんかね、ガチャ回したらね、いいやつ引けたんだよな。1万1000ダイヤあるから、ちょっとまずちょっとこれでいいやつ出たらそれ触るわさあ来い。ガチャも、これさ、ガチャどのゲームもさ、スキップするタイプなんだけど俺これ良くないかも。ガチャスキップするのってもしかして良くないかも。ちょっと演出見ようか。この女可愛いんだよな。このゲームね、女が可愛い。ピーン。やばい、ウユニエンコか。ウユニエンコとか言ったらダメなのかな。ウユニエンコって言ったらダメな感じですか、もしかして。引っ張って。ピーン。なんかレアリティ高そうじゃない？お前が勝ユリア SR2 枚来て、え、これやっぱレアリティ高いよね。これね、最高レアの演出。闇、これ闇のグランウェポンじゃない？なんだこれ。また弱そうでしょう。ハデス、これピックアップのやつやん。よく聞きなさい、私はあなたを信用するつもりはない。これなんかね、なんかピックアップされて、お SRSSR ハデス、ハデスのグランウェポンは、ハデス、グランウェポンのハデスはこの右上の顔マークついてんだけど、これ俺普段使ってないキャラやな。なるほど、ちょっと触ってみようか。これで、うちと一緒に恋に行かない？待てよ、変更して、俺女パーティーで染めてんだよね。ちなみにこの編成、これですキャラクター3人を選べるんだけど、この編成はヒーラー、魔術師、弓使い、銃使い前衛皆無の女パ、そんな風に生きてきたんですが、私はどうやらついに男を入れることになりそうです。何でもいい、さあ適当なやつで、このカルト入れてみましょう。さっき見えたんだけど、このグランウェポンには対応するキャラクターがいるんですが、カルトはよいしょ、さっきのハデスが適用されてますね。お任せで、ちょっとじゃあやってみましょう。グランウェポンのハデスを乗せて、潜在能力カルト強化していく。技は、敵単体に 100% 物理ダメ、チームメンバーの回避力1万アップ、スキル栄翔チーム敵、なんか強そうやな。これ上げとくか。通常攻撃、通常攻撃は強化しよう。リバースキック、回避時5秒間クリ率 10% 増加。おお、絶対強いぞ、これ絶対強い。回避型カルト、これに決まったな。俺の時代はこれで作るぞ、カルトで作る。これで火事、グランウェポン強化、これが楽しいんだよ。わかるかな、このゲームの、こういうゲームのこの部分の楽しさ。あー、限界突破できちゃうよー。ハデス限界突破して、最後追加攻撃力プラス200強化動画に向いてねえぜ、性格がよ、完全に性格が動画に向いてない。重ねられるんだよね、今ガチャで引いたやつをちょっと重ねていきます。こうやって重ねるとステータスが上がったりする。まあそれはまあ後でやっとこう、こっそりな、うん、こうやって強化するのが楽しい人は全然ハマれると思いますわ。でこれはソウル成長ってのが、いや強化要素がいっぱいあるのよ、いいよね、強化要素がいっぱいあるの。こうやっていくと、ほら最大 HP30、 最大 HP プラス55、こうやってキャラクターがどん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 と強化されていきますが、まあそれは置いといて、じゃあこっち使ってみよっか。あれ、キャラクターが変えられないぞ。闇の人さを思い知らせてやろう。でこれがハデスの、このこれがハデスの技だね。ヘルグラインダー、敵単体 270%、 敵に 100% の確率で10秒間、え、受けるダメージ15個、強いやつ持ってるじゃん、これ絶対強いでしょ。俺は数々のゲームを渡り歩いて知っている、こういうタイプは絶対に強い。ハデス、ハデス、お前は当たりの女だ。どうやらお前はどうやら当たりの女だということが分かったぞ。グランスキルはヘルジャッジメント、グランスキルってのが多分あれだね、この LP、
ゲージがあるんだけど、このゲージ溜まった時に使う技だね。範囲内の敵に 500% 物理ダメ、敵に 100% の確率で20秒間受けるために 15% 付与、敵を倒すと自分の最大 HP の 20% 回復効果。パッシブルーラーオブヘル、光モンスターへの余ダメ 15%。 なるほど、属性があるんだよねこのゲーム、キャラクターごとに。だからキャラクターをまず調整しなきゃいけないっていう、例えば俺の場合キュイが火属性、カルトが闇なんだね、光に対して有利が取れると。ナマリエが風属性、うん、で他にも主人公、これ主人公っぽいんだけど、ラス、もう完全に育ててないっすね俺女が良かったから、俺女が良かったからずっと女育ててたんだけど、このラスも火属性、こいつクソ強いらしい、ラスマジで強いらしい。でセリアード、ヒーラーだけど全然なんかヒーロー感じたことは今までない。ウィンはまだ、はい、ウィン、これ光属性ですね、うん、これもねメインタンクみたいな感じ。オルタ、これも光かな。で、ジュン、これ闇だ、かわいいこの子みたいな感じになってる。はい、ちょっとじゃあ戦おうぜ。どっかなんかいいクエストあるんじゃないの。俺がさ好きなのがさ王国任務とかなんだけど、まあ、討伐戦行こうか。じゃあさっきのねデザイアーのノーマルを倒していこうか。光属性の敵がいたらいいんだけど、光属性の敵いないな。これデザイアーってさす、え、こいつ何属性、こいつ闇属性だよね、見た目闇だけど、なんかこのクリスタルの、このクリスタルの光じゃない、もしかして俺は大変ちょうどいい、大変ちょうどいいキャラクターを今手に入れてしまったのでは。カルト、足を引っ張るなよ、行くぜ。決定して戦闘開始。ハデス手に入れたのもしかしたらめちゃくちゃタイムリーだったのかもしれない。闇の恐ろしさを思い知らせてやる。闇の恐ろしさを思い知らせてやる。これでオラ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 、あ、ごめん、土だわこれ。あの風属性の、風属性の、そういえばこのキャラがあの左上に上マークついてんじゃん、余ダメージアップスキル ついてる。まあちょっと置いといて、俺にやらせてくれよ。これでなんかゲージが、なんかゲージがついてるから避ける敵がでかすぎる。おー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 、切り刻むね、一生切り刻むやん。さあ行け、ハデス、ハデスの技を見せてくれ。これでハデスの技、これで対物理ダメージがアップしてる。物理ダメージがアップしてると、このキャラがね、物理ダメージはね、今銃使ってるキャラクターにシフトしたんだけど、この銃使ってるキャラクターが物理キャラクターで、攻撃5回ごとになんかアーマー貫通みたいなのが技を持ってた気がするんだけど。おお、敵のど真ん中に行くな、技でブリンクしてるな今、技でブリンクして敵の攻撃のど真ん前に突っ込んでたわ。よくないですねそれは。このキャラは敵の物理ダメージを上げるみたいな、敵の物理ダメージによる火ダメが上昇する状態みたいなのを付与するハデスを使ってるから、となるとシナジーがあるんだな今のこの風の銃使いと、うん、風の銃使いとシナジーがあって物理でより突貫するぜみたいな。俺は物理パとして相性がいいのかもしれないですね。キュイがね魔法なんだけどね、ゴリゴリに、キュイはゴリゴリの魔法キャラなんだけど、まあそれはそれとして、まあキャラクターがたくさんいるから手札をいろいろね、おっと待ってな、受注しちゃおう。そう、キャラクターがたくさんいるから、まあそのキャラクターとかで魔法タイプ、あのその技によってはグランウェポンとかの、あのリーダースキルによってはね、あの魔法ダメージを上昇させるグランウェポンとかもあるだろうし、まあそう言って調整をしていくゲームなんでしょうね。はい、ということで、まあ俺はね、久しぶりにこういう系統の、まあ久しぶりでもねえけど、こういう系統のゲームをやるとやっぱりね、いいんですよね。そうなんですわ。やっぱこういう系統のゲームをやるとね、落ち着くわ。まあ昔から、もともと俺は MMO 畑の人間なので、MMO とか育成畑、FPS とかそういうなんかアクションとか格闘系とか、そういう系統の実力 PS が出るゲーム。って言ったらあれだけど、そういう系統のゲームっていうより MMO でね、なんまったりずっと装備を鍛えているみたいなのがすごい性に合っているタイプなんですけれども、うん、まあそういうタイプにとってはこのグランサがやりやすいし、まあスマホゲーというスマホに落とし込んでるな、うまくねっていうこともありまして、あのスマートフォンでずっとプレイしてても疲れづらい。だから節電モードとかあるんだよな、これ見せられないな、節電モード、あのゲームほっぽっとくとね、勝手に節電モード入るんだよね。
で充電の消費を抑えて勝手に動いてくれたりするんで、まあ気になる方は、こちらの下の概要欄から、グランサガダウンロードしてみてください。はい、キャンペーンとかもあるみたいですね。キャンペーン2月24日から、リリース100日記念イベントが開催されるみたいです。そう、今だいたい3ヶ月ぐらいかな、グランサガサービス開始されて3ヶ月ぐらいなんですけど、2月24日から、リリース100日記念イベントが開催されるみたいなんで、まあ今から始めても十分楽しめますと。まあ僕の印象だけど、ソロがの強いですね。ソロをずっとするゲームではないとは思うんだけど、まあ結構ソロで、まったり楽しめるので、まあ、今から始めても結構やっぱ気になる人多いみたいだね。今から始めても追いつけますかみたいなのって結構気になる方多いみたいなんですけど、今から始めてもね全然追いつけますから。追いつけるかわからんわ。全然俺が今から始めても追いつけるとか無責任だな、まあ今から始めても全然楽しめるんで、ぜひとも。結構石自体ももらえるし、まあ俺そんなにリセマラとか全然してないんですけど、まあもらった配布の石だけで SSR が何枚かな、4枚ぐらいかな。俺ガチャで引いたのが多分3枚ですかね。このキュイだよね。このキュイのエイブリーっていう子、これがねすげえ評価高いんだよな、攻略サイト見てると。このエイブリーって子とか、まあ、ハデスもそうだし、あともう1枚ぐらい何かしら SSR で引いたような気がする。まあ SSR の配布とかもありますので、まあ僕はまったり楽しんでますわ。はい、まあ、気になる人は下の概要欄からダウンロードしてみてください。それじゃあ僕はここから今なんかね王国クエスト、王国任務の AP が溢れそうなので、王国任務の AP を消費しにバジリスクを討伐しに行っていきたいと思います。まあどうしましょう。さよなら、バイバイ。